えー、これまで出会った一番の美人は誰ですか、うん、あ、<ー>一番の美人誰ですか誰ですかほんまないですよねあって誰が美人とか私はいます、ね、お、どなたですか私はテレビでお会いしたんですけど、うん、テレビの収録バラエティの収録でお会いしたんですけど、うん、一番綺麗だなと思ったのは石原さとみさん ええー、あ、もう、松葉かつさんよりもそ、そういうこと言わないでください。あ,あ,あの、めっちゃめっちゃ可愛かったですね。えー、あ、そうなんですね。やばいですね。顔がものすごいちっちゃくて。うん、私、一番、うん、惹かれましたね。あと、えー、男性だと、この人一番かっこいいなと思った人は、トキの。 永瀬智也さん今は時をやめてしまいましたけど<え>永瀬智也さん半端ないですね。身長も高いですねそうしますよねそう。あと何がいいかってすっごくフレンドリーなんですよ。へ、えー、あそうなんですねそうあの。スタッフさんとかにもバラエティーのスタッフさんとかにもすごくフレンドリーでなんかねん心がすごく優しい方あんなに顔がイケメンなのに。うん 心も優しくて <laughs> も<う>なんかイケメンだと心が優しくないみたいな変な偏見がありそうですけど。<laughs> 違う違う。なんだろうなんかなんだろうわかります何か。なんまあまあ言いたくてからそう、はい、なんかねかっこいいし心も綺麗だしなんか素敵。あとね山マーさんヤマピーさん。さんうん、山下さんもイケメンですごく低姿勢でマジでいい人ですね。 うん、でも、茨城じゃないから、全然魅力を感じない。いや,いやいやいや、いやもういいです、ね。茨城じゃなくて、<laughs> あ,いいあの二人になるといいんだ。<laughs> なんだろう。チャンネル登録とか高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。<laughs> いやいや、黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。